これを取ってることによって、瞬発系の、運動時間の持続時間を長くすることができます。はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。本日はサプリメントの紹介をしたいと思います。それがこちらです。クレアチンですね。はい、僕が使ってるのはこのバルクスポーツっていうところのクレアチンです。結構ねコスパが良くて、おすすめです。でクレアチンって何がいいかっていうと、瞬発系の、運動のエネルギー源になります。厳密に言うともっとちょっとね細かいエネルギー源になって、体内で、使われるんですけれども、まあ、これを取ってることによって、まあ、クレアチンモノハイドレードっていうのを取るんですけど、これを取ってることによって、瞬発系の、運動時間の持続時間を長くすることができます。例えば、まあ、短距離で走ってる時に、1秒だったのが2秒持続するようになる、まあ、結構違うと思うんですよね。それを可能にするのがこのクレアチンです。で、クレアチンっていうのはローディングが必要って言われてるんですね。何倍だったかな？普通に摂取するのが、スプーン約2杯、5グラムって書いてあるんですけど、5グラムじゃなくて、4倍から5倍ぐらいの量を1週間ぐらい取るっていうローディングっていう期間が必要って言われてるんですけど、最近それはまあ、しなくてもいいんじゃないかっていう説も、実は出てきてますね。で、僕実はクレアチン取って、ローディングなしで取ってみたんですけど、確実に体水分量とか筋肥大とか起こしてるので、まあ、ローディング必要ないんじゃないかなと思います。なので、まあ、普通に、まあ、1日 5g ですね取ってもらって、まあ、例えばプロテインと一緒に取るとか、ワークアウト中のドリンクと一緒に取るとかしてもらえるといいんじゃないかなと思いますので、これなんか結構コスパが良くておすすめです。ぜひ、概要欄にリンク載せておきますので、ご覧ください。で、クレアチン飲むときに気をつけた方がいいことがあります。それは、水分たくさん取ってください。水分がねちょっと少なくなりやすいので、水分をたくさん取るっていうことと、あとは溶けにくいので、まあシェイカーとかでシェイクしてもなかなかねパウダー状のものが残っちゃったりとかします。なので、口に入れて水でこうポンと飲んだりとかする人もいるんですけど、僕は早めにちょっと溶いて少し時間を置いて溶けきるのを待ってから飲むようにしてます。そうすると結構飲みやすいのでおすすめです。バルクスポーツの、クリアチンですね。ぜひ、筋肥大したい方、瞬発力を上げたい方なんかは試してみるといいと思います。はい、本日はクレアチンの紹介でした。その他のチャンネルとか SNS のリンクも動画概要欄に載せておきますので、ぜひ、チェックしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。